工場内が広すぎるので自転車で移動しています。確かに確かに、めちゃくちゃ広いんですよ。船の大きさってどのぐらいの大きさ？300メートルぐらいになります。300メートル。はい。それはやっぱ大きいですね。おはようございます。今日はよろしくお願いします。株式会社名村造船所で働いてます相田龍です。総組溶接で溶接をしています。じゃあ早速なんですけど、はい、職場の方に進めていってもらってもいいですか？はい。ちょっと工場内が広すぎるので自転車で移動しています。ありがとうございます。はい。名前がちゃんとついてるんですね。はい、みんな名前がついてます。ついてきてください。はい。じゃあ早速相田さんの今の、はい、まあ、やってる仕事を見せてもらっていいですか？はい、はい、これが今作業してるブロックになります。全然想像がつかないですけど、船のこれは、はい、どこの部分になるんですか？上の部分になりますね。で、はい、こういうのをつなげていくと、はい、大きい船になっていきます。あ、最終的な船の大きさってどのぐらいの大きさですか？300メートルぐらいになりますね。300メートル。はい。これはやっぱ大きいですね。実際にまた物に乗ったら乗ったで大きさが全然伝わりますね。へ、はい、じゃあ行きます。はい。あ、もうこれがもういいです。溶けて、はい、溶接されてあるって感じ。そうですね。ここはこれをずっと、はい、上まで、上まで、はい、一番上までやって、一層だけなんで、はい、次に中盛りして、はい、また仕上げしてで終わり。あと1回目これ入れてるだけなんで、あと2回入れないといけない。はい、これはここ1本なんですけど、この裏がものすごい熱いですね。なるほど。裏側結構大変だぞみたいな。はい、はい、見に行きますか？見に行きます。はい。中に入る。はい。探検みたいになります。これも溶接する。はい。これも、ここも、こっちも、これも全部。あ、外は1本だけだったんですけど、中は。はい。中はいっぱい。これロンジって言うんですけど、はい、ロンジっていうのがバーってあって、はい、一番上までこれも、こっち側にも。同じようなのがバーっていっぱい。でけー。船ってちなみに、はい、あの完成するのにどのぐらいの時間が？あ、切断から建造までだいたい10ヶ月ぐらいかかります、ね、なるほど、はい、長いようには思えるんですけど、はい、この大きさで考えると、はい、かなり早いんじゃないですか？あ、ですかね。早いんですか？でも設計とかいろいろあるからですね。そうですね。設計とかも 1,2 年ぐらいあるって聞きましたね。結構圧倒されました。はい。会社も結構歴史ある会社ですよね。はい。100年以上歴史のある会社です。100年？はい。すごいですね。うちの会社の歴史を紹介してる記念館みたいなところがあるんで行ってみますか？え、いいんですか？いいですよ。めちゃくちゃ見たいです。早速案内してもらっていいですか？あ、ちょっと自分は会社の歴史のことはあんまり分かってないので助っ人を呼んでます。助っ人？はい。池田さんです。こんにちは。はい、名村造船総務部の池田と言います。じゃあ名村記念室ご案内したいと思います。ありがとうございます。80周年記念の際にできました、当社の歴史を、まあ、展示してある部屋になってますので、ご覧いただきたいと思います。でこちらにですね、はい、あの当社の、まあ、年表ですね。創業1911年に創業したんですけども、それ以降のですね、まあ、主なイベントですね、ずらっと歴史になっていますと。こちらが、はい、創業者のですね、名村源之助と言いまして、この写真は創業者は、そうです、源之助さんですね。ものづくり の, あのサイズ感が大きすぎてジオラマがあるとなんかよく分かりますね。ジオラマにしてもやっぱり一個一個はでかいです。
調子ね。これはもう昔のタイプですけども、うん、まあ、実際に使われていたものをですね、あの、はい、ダリンと、あとはこれはまあスロットルですね、車で言うとアクセルになりますけど、この2つで船を操船してる、はい、実際操縦室みたいないうイメージで作られているものになります。博物館みたいな感じでした。ありがとうございます。スープを入れてくれるんですよ、はい、今日は何でしょう。今日は豚骨ラーメンです。いただきます。はい。この仕事を始めたきっかけみたいなものってあったりするんですか。きっかけ、おじいちゃんもお父さんもこの会社にいたんで、それでこの会社に来ました。え、3世代。そうですね、社内法に乗ったことあります。で、その社内法に乗った時は、3人揃って乗った。はい、そうです。クレーンの前で写真撮って、じゃあおじいちゃんめちゃ嬉しかったんじゃないですか。ですかね。大きくなって仕事始めるならもうここかなみたいな。はい、そうです。無人島に、はい、あの会社の中で誰か一人だけ連れていくなら、はい、ずばり誰ですか。会社の中で、はい、社長っすね。社長。開拓して リゾート地にしてやりたいですね。なるほど。もうそれこそ船作ってみたいな感じですかね。はい、そうですね、船作って。そうですね。休みの日とか、なんか、あ、休みの日はドッグラン行ったりします、ね。ドッグラン、はい、なるほどですね。犬を飼ってるんですよね。あ、どんな犬なんですか。雑種ですね。雑種、はい、とミニチュアダックス。あ、2匹もいるんですか。2匹飼ってます。犬と触れ合ってる時間好きだ。はい、犬めちゃめちゃ好きですね。最近犬を連れて行ける施設も多いですよね。多いですね。有田のドッグランヒルズっていうところにいつも行ってるんですけど、はい、結構みんな優しくて輪に入りやすい感じ。輪に入りやすい、はい、犬も輪に入りやすそうです。なんか今後、はい、新しく、まあ、挑戦したいそういうのってあったりするんですか。やっぱまだしたことない溶接箇所とかもあるんで、はい、やっぱそういうところをしていってみたいですね。溶接を極めたいみたいな。そうですね、そういう部分があるんですね。はい、結構まっすぐな、なんか熱いっすね。溶接なだけに。そうですかね。やっぱものづくりが好きな人は向いてるんじゃないですか。ものづくりが好きな人。はい。大田さんはどんな後輩だったら嬉しいですか。面白い後輩が。面白い。真面目というよりも面白い。面白い。そっちの方向性で。はい、あ、じゃあ面白ければ結構大田さんには気に入ってもらえるという感じですかね。はい。今日は本当に大田さん一日ありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあこれで失礼します。はい。はい。さよなら。